カディー・ホール・クリークの戦いは、ジェンキンスの耳の戦争中の1742年7月18日、ジョージア植民地のセント・サイモンズ島において、イギリス軍とスペイン軍の間で行われた戦闘。戦闘は、イギリスのフレデリカ・トリデとセント・サイモンズ・トリデをめぐって行われたが、戦略的には、近くの海や水路の支配が目的であった。イギリス軍が勝利したことで、 ジョージア植民地はセント・サイモンズ島の支配を揺るぎないものとした。同日に同じくセント・サイモンズ島で行われたより有名なブラッティマーュの戦いもイギリスが勝利した。スペインのマヌエル・デモンティアーの総督率いるジョージア、進行軍は4500人から5000人とされ、うち約1900から2000人は上陸軍だった。正規軍、民兵、 インディアンの混成軍であったジェームス・オングル・ソープの軍勢は1000人未満であった。セント・サイモンズ・トリデの駐留軍は進行軍に砲撃したが上陸を阻止するには至らなかった。1742年7月5日、モンティアーノはフレデリカ川近くにあるガスコイン岬の近くで船36隻から1900人を上陸させた。 大人数の軍勢に直面したオグルソープは、スペイン軍が強襲を仕掛ける前にセンとサイモンズ、砦から撤退することを決めた。彼は砦を、スペイン軍に使われないよう、中流軍に大砲を破壊させ、砦にできる限りの破壊を行った。スペイン軍は、翌日に砦を占領、侵攻の基地とした。兵士と補給を揚陸し、 セント・サイモンズ・トリデで足場を固めると、スペイン軍は近くへの偵察を始めた。スペインの偵察隊はセント・サイモンズ・トリデと、フレデリカ・トリデをつなぐ道を見つけたが、軍道ではなく農業用と勘違いした。7月18日、セバスティアン・サンチェス大佐率いる偵察隊約115人は道に沿って進んだ。サンチェス率いるスペイン軍、 フレデリカ砦から1.5マイルのところでオグルソープ、自ら率いる、ジョージアレンジャーズ、ハイランド独立中隊、さらに多数な、地下層族、山黒族、クリーク族の戦士の混成軍に遭遇した。短期間ながら激しい戦闘の後、スペイン軍は戦士者と捕虜を、軍勢の3分の1、合計36人出した。セバスティアン・サンチェス大佐は捕虜になり、 副官のニコラス・ヘルナンデス大佐は戦死した。オグルソープの損害は、警備とされた。残りのスペイン軍は無秩序に、南へ退却、セント・サイモンズ・砦から進軍してきたアントニオ・バルバ、大佐率いるスペイン的団兵200人に遭遇した。バルバは、スペイン軍の撤退を援護した。イギリスの植民地人は、同日のブラッティマーシュの戦いでも勝利、スペイン軍を、 ジョージア植民地から追い出した。サバンナのアームズローシア土地では、毎年、ジェンキンスの耳の戦争の記念行事が行われる。ありがとうございます。